皆さん、こんにちは。86年には、天城越えが大ヒットし、新演歌の女王と呼ばれる石川さゆりさん、56億の借金地獄や元夫の壮絶すぎる離婚理由に一同驚愕。今日は、石川さゆりさんのことについて紹介します。まずは、石川さゆりさんの経歴とプロフィールから紹介します。1958年生まれ、熊本県出身。1977年、津軽海峡冬景色が爆発的なヒットとなり、数々の音楽賞を受賞。その後も、波止場しぐれ、天城越え、などヒット曲多数。2019年に紫綬褒章を受賞。光明月次以来となる大河ドラマ、麒麟が来る、では、主人公、明智光秀の母、牧を演じる、10代から出演を重ねてきた。NHK 紅白歌合戦は2019年で42回と赤組歴代トップの出場回数を更新している。しかしそんな彼女は1999年大きな金銭スキャンダルに見舞われていた。石川さゆりが迂回融資に加担、160億のデタラメ融資が問題になり、1998年に経営破綻した国民銀行、なんとそこに石川さゆりの名前があったため、大きな騒ぎに。というもの、国民銀行はこの時、迂回融資を行っていた。迂回融資の構図の中になんと、1989年に石川さゆりの個人事務所として設立されたパルパルなる会社が浮上したのだ。この会社は国民銀行から約35億円の融資を受け、で他社からカラオケの営業権を購入していたらしい。しかしカラオケ事業はうまくいかず撤退。この会社を石川さゆりのパトロンと噂されている種田駅夫という人物に売却したのだ。しかしこの種ヶ島は以降も事業に乗り出すも大失敗し、さらに大きな負債を抱えてしまう。その額はなんと56億円。石川さゆりが連帯保証人になっていたため、彼女の肩に大きな負債がのしかかったのだ。約10億円の賠償命令を受けた石川さゆり。そして2001年、連帯保証をしていた石川さゆりらに整理回収機構が返済を求めた訴訟を起こした。東京地裁による判決では、石川に約 2.2 億円の支払い命令が出たが、整理回収機構がこれを不服として控訴。石川が1992年に新築した豪邸を一時期差し押さえられたが、最終的に約10億円の賠償で決着したのだった。石川さゆりさんには一人娘のさほりさんがいらっしゃいます。さほりさんは1984年2月生まれなので、2022年12月現在37歳です。石川さゆりさんが1989年に旦那さんと離婚してからは、石川さゆりさんが女手一つでさほりさんを育ててきました。演歌歌手と子育ての両立はとても大変なことだったと思いますが、石川さゆりさんが愛情を持って子育てされてきたからこそ、今の良好な親子関係があるのだと思います。石川さゆりさんの娘さほりさんが病気を患っているとの噂ですが、さほりさんが何らかの病気に侵されているという情報はどこにもありませんでした。しかし調べてみると、さほりさんは以前イギリスに留学した時に現地の人から人種差別を受けたことがあり、それが原因で対人恐怖症になってしまったそうです。この対人恐怖症になったという情報がいつしか病気になっているという噂に変換されてしまったのだと思います。現在は石川さゆりさんとショッピングに出かけたり、好きなアーティストのコンサートに行くなど、対人恐怖症の症状も少しずつ落ち着いているようです。母親である石川さゆりさんの存在がさほりさんの心の支えになっているのがよくわかりますよね。対人恐怖症になるまでの人種差別なんて想像もつきませんが、さほりさんの心の傷が少しでも軽くなる日が一日でも早く来ることを願います。石川さゆりさんの娘は石川さほりさんと言います。1984年2月生まれなので、2017年では33歳となります。また容姿については、以前ホンダのフィットの CM に親子で出演されていたので、下の動画を
見れば確認できます。身長は石川さゆりさんと同じくらいなので、160センチメートルくらいではないでしょうか。顔は少し距離があるのではっきり見えませんが、茶髪の綺麗なお姉さんという感じです。そして、さほりさんは学生時代にイギリスに留学していたそうですが、その時に人種差別のようなものを受けてしまい、対人恐怖症になってしまったのだとか、なので、現在はどこかに働きに行ってるのではなく、おそらく石川さゆりさんの事務所で仕事を手伝っているものと思われます。また、現在、石川さゆりさんは娘と二人暮らしということなので、さほりさんはまだ結婚してないと思います。おそらく、留学中に受けた人種差別のトラウマで、人とうまく付き合えないようになってる可能性もあるかもしれません。しかし、動画の映像を見る限りでは、親子仲はかなり良さそうなので、母親である石川さゆりさんがそばにいる限りは、何があっても大丈夫だと思います。石川さゆりさんは、1997年に個人事務所、株式会社さゆり音楽社を設立しています。そして、その設立費用として、国民銀行から35億円ほど融資を受け、その資金をもとに知人とから、オケボックス店の運営にも乗り出しました。当初はうまくいって30店舗ほど展開するまでになりましたが、後にうまくいかなくなり、立て直しを図るために経営権を種田益夫という人物に売却することになりました。しかし、種田益夫氏が、さらに事業に失敗したために余計に借金が膨れ上がり、総額は56億円にも達したそうです。しかも、石川さゆりさんが種田益夫氏の連帯保証人となっていたため、不良債権を引き継いだ整理、回収機構が石川さゆりさんに残金28億円余りの支払いを求める損害賠償請求を提起しました。当初は石川さゆりさんに 2.2 億円の支払い、命令が出ましたが、整理回収機構がこの判決に不服を申し立て、結局10億円の支払いで決着がついています。また、どういういきさつでカラオケ店の運営に乗り出したのかはわかりませんが、当時はカラオケブームということもあって、必ず成功するといった話に乗せられたのかもしれませんね。石川さゆりが失敗した事業のとんでもない借金額とは、結局、そんな事業に手を出してしまったために、10億円もの金額を支払う羽目になってしまいました。ただ、その10億円の負債も今では完済している、とのことなので、一体石川さゆりさんの年収はどれくらいなのでしょうか。現在、NHK 大河ドラマ、麒麟が来るに出演中の石川さゆり、主演の長谷川博己演じる明智光秀の母親役を熱演しているが、そんな中、朝日芸能の表紙に、石川さゆり10億円差し押さえ V 字回復との見出しが踊った金と男に翻弄された音歌人生と題されたその記事は、23年前に出版された自著スキャンダルにまみれた芸能界のとんでもない奴らに記載されたものと似たような内容だった。筆者も当時、石川の借金独立問題について取材していた。演歌の女王としての地位を確立した石川さゆりだが、デビュー当初は大手プロホリプロに所属、当時人気絶頂だった山口百恵や森まさ子の陰に隠れ、その存在は薄かった。その後、1981年にマネジャーだったリー氏と結婚したが、石川の育ての親と言われた初代ホリプロ会長堀武雄氏を挙式に招待しなかった。その背景には、山口と森ばかりを可愛がる堀会長への嫉妬があったとされ、その頃から石川の独立が噂されるようになった。結局、独立を思いとどまった石川だが、そこにはバブルシンシティの存在があった。宮崎県で養豚場を経営していたという T は、暴力団金融の手形のパクリにあって宮崎を離れたものの、その後宮崎に戻ってきた時には逆に手形のパクリ屋に転身していたという宮崎で T は、病院の乗っ取りで一躍悪名を馳せ、乗っ取り屋バブル実業家として地元の銀行やマスコミ関係者から恐れられるようになった。
その T が石川のパトロンではないかと噂され出したのは、 T の地元宮崎で開かれた T 主催のパーティーが発端だった。東京からこ島倉千代子さん、石川といった歌い手たちが招待されたが、その際大先輩の島倉さんが歌ったにもかかわらず、石川は T の隣で愛人前として座っていたのだという。89年に B 氏と離婚した石川は、その後たびたび T の別荘や病院を T の所有する自家用ヘリで訪問していた。子供を連れて訪れる石川の姿はたびたび目撃され、筆者も T が乗っ取りに成功した茨城県牛久の病院に確認取材に繰り出した。しかしバブルの崩壊で状況は一変、 T は巨額不正融資事件で逮捕された。石川も金の切れ目が縁の切れ目とばかりに T と別れたが、 T の後ろ盾で融資を受けていたカラオケボックス運営会社が破産、融資の連帯保証人になっていた。石川も整理回収機構から返済を求められた。その賠償額が冒頭の朝ゲーが報じた10億円だったのだ。石川は世田谷区に所有していた豪邸、通称さゆり御殿などを売却して完済した。他方同じ時期の97年、石川は25年間在籍したホリプロから独立した。独立をそそのかしたのは不倫が噂されていたフジテレビの音楽プロデューサーだったこともあり、石川は独立バッシングにあって歌手生命が危ぶまれた時期もあった。しかしホリプロに津軽海峡、冬景色など初期の楽曲の原盤権を譲渡したことでバッシングも修練していった。演歌の女王と呼ばれ、順風満帆に見えながら実は波乱万丈な人生を送ってきた石川、65歳となったが、大河ドラマ麒麟が来るでの女優としての演技力にも注目したい。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。